車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はオートサロンの会場から出展車両を少しだけご紹介させていただきたいと思います。さあ、というわけで今回紹介してくれるのは大阪店岡店長の会ということで、はいはい、大阪店から出展の車、はい、まあ、合計8台あの会場には展示してるんですけど、はい、大阪店から3台今回3台です、ね、展示してますんで、はい、その3台を、はい、まあ、別の動画で詳しく紹介しますんで、そうですね、ちょっとカラッと流れたカラッとご紹介させていただきます、はい、そしてですね、私まず最初に謝罪がございます、はい、あの以前の動画で大阪から持ってきた車がないとかあのとんでもない発言をしてしまったんですけども、今年は大阪から運んでくる車がなくって、今回ご紹介する車があの大阪店から持ってきた車ありますんで、はい、ありがとうございます、はい、訂正とお詫び申し上げます申し訳ありませんでした、はい、それでは言いますよちゃんと、はい、それではちょっとあの会場あのオープンしちゃうと一般のお客様入ってきて、そうですね、あの箱になっちゃうんで、ちょっとバタバタ会場前に軽くご紹介させていただきたいと思います、はい、まずこれからいきますか。岡店長、これからいきましょう。992のターボ S カブリオレベースの、テックアートの新しいコンプリートか、新コンプリートなんですね。そうです、 GT スポーツ、はい、ツッチーとかとドイツ行った時にテックアートであのサロンはどうするんだとという話が出まして、フライウェイトはさすがにっていう日本での需要が、はい、で、まあ、ちょっと日本戻ってきて、こちらのオーナー様ブラワスの船のオーナーさん、それオープンにしちゃったの、もう言っちゃっていいかな、はい、もうボンドチャンネルレギュラーで、そうですね、レギュラー出演で、はいはい、であの今回なんかサロンどうするっていう話で、何やりますって言ったらポルシェやりてえなっていうことで、あ、じゃあどうですかって言って、じゃあテックアート側から新しいコンプリートカー作ってワールドプレミアしようよっていうオファーが来て作ったのがこちらです。なるほど、じゃあそんな感じで話がとんどん拍子で、そうです、そんな気軽に作る車じゃないんですけど、そうですね、とんでもないのが、ちょうどいい車を買ってきて、なるほど、であの内装も今回コンプリートということでさせていただいて、あの、まあ、内装も好きに選べれるじゃないですか。でどうしましょうって言ったら任すって、はい、じゃあ岡先輩がチョイスした好き勝手させていただきました。というわけで、はい、外装のコンプリートって今まで何台もオートサロン出展させてもらいましたけど、ね、はい、なんと今回は内装も、はい、内装もあとパワーチューンもやってます、はいはい、でエンジン、まあ、具体的に言うとタービンとコンピューター、はい、そうです、でなんとこれ800馬力になってるあの前乗ってたゲレンデと一緒っていう、なるほど、あ、そっか、はい、そうです、そうです、とんでもない馬力になっております、はい、これがじゃあ大阪の街中走るわけですね、はい、そうです、はい、あの足って言ってました軽く見ていくと、その新作の GT スポーツのエアロと、はい、内装がなんと全部張り替えられてると、はい、もう一応ステアリングから何から、まあ、まだちょっとあのカーボンパーツが届いてないところがありございますので、この辺りもまた変わるんですけど、じゃあ納車の時にはもう少し進化するということ、はい、だからあのちょっとちゃんとしたかっこいい動画の時には全部コンプリートで、だからシリアル番号も入りますし、はい、なんであの、まあ、ポルシェのマークがないんですよね、ここもテックアートになって全部消されてる、はい、でちょっと岡的にこだわりがこのテックアートのエンボスのロゴ、ここにはい、ちょっと分かりづらいですけど、そうなんですよ、テックアート背中と座面にテックアートってエンボスが入ってるレザーになってる、はい、なんでこれを普通に結構落ち着いた感じにしたかったんですけど、あの元々真っ赤っかだったんですよ内装が、でちょっと目がチカチカするんで、でこんな感じでシックな感じにあのホロのボルドーに合わせて作らせていただいたんですけど、はい、こっちですね。でもちょっとそれだけだったら大人しすぎると思って、ここにテックアートのロゴに、なるほど、これが結構僕的にいいなと思って、渋い、はい、そしてあの職人さんが実際作業してるところも岡店長見てきましたからね、はい、そうですね、はい、もうあれはもう本当にメーカークオリティだなっていう、あれ一回見た方がいいよね、あれはもうすごいですね、感動できる、もうあれを見てコンプリートやるって話出た時にはもう絶対内装はやりたいと思って、しかもご丁寧にかぶり折れなんで、あ、確かにもう内装見せ放題ですからね、はい、これはあの右ハンドルコンプリート多分日本で1台じゃないかな、あ、そうです、ね、世界的にも多分かなり数が少ないはずなんで、そうですね、世界的には左ハンドルが多いなってくるかなと、はい、で詳しくまた別の動画で紹介しますよ、はい、紹介します、はい、というわけでこんな感じで、はい、まず1台目が992、はい、こちらカーボン S カブでございます。そして次行きましょう、はい、こちらドーン、ブラバス 900XLP 1 of 10 ですね。これあの別の動画でちょっと2時間ぐらいかけて紹介しますか、はい、そうですね、はい、途中で2回ぐらい休憩挟んで撮るぐらいで紹介したいです。あのもうベース G63 なんですけど、ほぼ原型をとどめてないですからね。そうですね、結構 4x4 ベースかなと思いきや G63 ベースでハブから何から変わってるんで、結構ホイールもこれ白血かな、白血なんで、そうなんですね、普通のホイールもつかない 4x4 ベースかなと思ったらこれ63ベースで作ってるみたいで、
まあ、こちらもあの、ね、ドイツツアーの僕らが好き勝手したと噂のドイツツアーで噂では岡ちゃんの暴走っていういや、さすがに在庫では買ってないです、まあ、向こうで見て世界に10台しかないと僕のお客様で好きそうな方がいるんで写真を送って待ってください、はい、その連絡した時間を言ってもらっていいですか。あの時差を気にしてなくて日本夜中の1時半に起きてでお客さんが何なんこれどうすか面白くないですか。でちなみにオーナーさんもゲレンデ現行のゲレンデを限定車も含め5台乗ってます。あ、そうなんだ。で次なんかないかなということでこれ送ってもう行き着いちゃった感じじゃない。そうなんですよ。で一応、ま、金額も出しちゃうんですけど、はい、お母ちゃん何ぼすんこれ。ちょっと1億6千万です、はい、であのね昨日 SNS 見せたらね、はい、1億8千万とかねなんかどんなんか値上がりしてる9千万とかどんどん値上がりしてるんですけど、はい、でもうあの一応1億6千万って言ったら行かれとるけど面白いから買おうって言って10分で決めました。はい、あのもうゼロが2つも3つもなんか違う感じの話をオーナーさんが多分あの日日本で夜中1時半に1億6000万の車を買ったのは俺だけやって言ってます。その通りです。いい意味であの担当者もストーリーもイカれてます。そうですでもうとにかく車高曲がって長くもなって、はい、そうですね。これ後で本当に2時間はちょっと冗談ですけどかなり時間かけて紹介しますんで、はい、内装もフルコンプリートですし、はい、まあツッチいわくあの上の LED がなんかビームそう失明するレベルの明るさという、はい、そんなのもついてなんとエンジンもそうですね。エンジンもボアアップしてます。4.4リッター、はい、4.4リッターでそうなんですよ。だから、ボアアップしないと800馬力までしかいけないんですよね。だから 4.4 リッターにしてタービンも変えてコンピューターも変えて一応後ろにそのボトルが乗ってるんですけどレースガスを入れないと900馬力が出ないっていう、はい、オクタン価100オーバーする。そうです。あの普通に売ってません、はい、こちらですね。レースやってる人じゃないと多分買わない、はい、そうですね。であと何よりすごいのがこのウッド、はい、これウッドなんですよね。木なんですよこれ。岡ちゃん説明受けましたか。これ受けてないです。あ、本当ですか。このウッド実は普通に走ってたら濡れちゃうじゃないですか、はい、ブラバスマリンの素材なんです。え、はい、すげえ。だそういう技術も生かされてる。なるほど。いや僕これ雨の日どうしようと思ってた。そうなんです。へえ、すごい。もちろんその、うん、まあ、ある程度、うんうん、もうつけていいわけじゃないですけど、 あ、そうですね、ある程度は濡れても大丈夫。まあまあ拭いてとかで大丈夫という、はい、いやまあね、この子は僕も今まで販売した車の中でもう1,2 を争う高額車両なんですけど、はい、とんでもかということで。いやこれはこんな感じで、あのちなみに昨日、今日2日目なんですけど昨日だけで買いたいっていうお客様が3人いらっしゃいましたで、まあ、これ買った時にちょうどその買っていただいたお客様ともう一人欲しい方がいらっしゃって、でもう一台欲しいって言ったんですけど勘弁してくれって話まあ、それも10台しかないですからね。世界に10台しかないの日本に2台持っていかないでくれと。他のバージョンにしましょう。そうそうそう、これの車庫タンバージョンとかあります、ね、トラックになってないバージョンとかありますか、ね、そう。でも車庫タンバージョンもう売り切れなんです。あ、そうなんだ、はい、あのロケットエディションブラック、はい、そうあっちを買おうとしたんですけどあっちはもう売り切れだって言われて、じゃあ 6×6 で、はい、あれ2億8000万ぐらいでしたよねじゃあブラバスの特殊車両は岡店長にご相談いただければあれ日本登録できるんですか。わからない、もうドイツに行って現地で夜中の1時に LINE 送ります。そうですね、 LINE 送るんで、はい、また欲しい方いらっしゃったらぜひご連絡ください、はい、お願いします。そして、はい、そして3台目、もうここちょうど3台並んでるんで、はい、あの大阪店ブースですね。そう、こっちはボンド大阪です、はい、というわけで、はい、3台目最後にご紹介させていただくのがこちらです。はい、マクラーレンの 765LT クーペ、はいはい、で何を隠そう、こちらの動画上がってたベロスのホイールを入れた黒の765です。そうなんですよね、僕が以前の動画で秘密があるんですよって言ったその秘密が、はい、なんと1回ご紹介させていただいてる車と。そうです。ただあの、はい、仕様が全然違いすぎてそうなんですよ、同じ個体に見えない、はい、で今回、まあ、その弊社でイノゼテックというこのラッピングフィルム、はい、カラープロテクションですかね、プロテクション効果もありっていう、でこちらのフィルムを扱いさせていただきますということで、まあ、あのラッピングをどれか1台やろうっていう、であの、まあ、やっぱりそれなりな車がいいじゃないですかこのラインナップなんて。確かに。でちょっとお客様にちょっと無茶言うんすけど色変えていいっすか岡さんが言うことは否定しませんって言って車ごとお預かりして、はい、お客さんだって76の黒が良くて黒買ってるんでしょ。そうですね、歴代黒だったんで岡、はい、ちゃんの都合で色を変えて、はい、勝手に色が変わっちゃった、はい、というわけで、はい、もう傷を守りつつ色替えされてると、はい、これ
塗装ですよね。もういや本当だよね、多分言われないとわからない、はい、で昨日ちょっとお世話になってる板金屋さん来られてて見てて、これは分からんって言ってましたからね。端を見ないと多分分かんない、ね、そうなんですよね。表面は本当にあの、はい、フィルムのツヤ感がすごいんで、はい、もう本当に塗装に見える。だから来場された方はもう多分これこの色だと多分思ってると思う、ね、そうですね。多分あのイノセテックっていうのを見てあれってなるんだと思います。確かに、はい、そしてまさか以前ご紹介させていただいた同じ個体とは気づく方多分いらっしゃるんじゃないかな、はい、だって765台でしょ。765台です。そんな貴重な車をこんな貸すかもしれないと、はい、そしてホイールが変わっちゃってます、はい、これホイールはホイールも勝手に変えますね、うん、任せます。お客さんがこれくださいじゃなくて、あのショーで出すから変えてください、はい、ちなみに前のベロスもお客さん納車までデザイン知らないです、まあ、ちなみに前乗ってた81にあの MV フォージド日本で最初につけたポリッシュ、あれもデザインも何も知りませんでした勝手に岡ちゃんがいじって請求書が届くシステムということ で、はい、ちなみに今回、まあ、あの出展させていただいてもう満足したのか、お母さん次なんか会場で面白い車あったらちょっと乗り換えるんでむちゃくちゃです、はい、バグってますね。バグってます、はい、そしてそんなホイールがこちら、はい、こちらアナーキーのあのセマで発表した新作のフロントに、こちらのちょっとまあディッシュとスポークが半々で混じったようなデザイン、こちら入れさせていただいて、後ろはあの、昔からある、はい、デザインになるんですけど、やっぱりまああの GT3RS もそうですし、まあ、今世界的に結構流行ってきてる。でも実際セマに行ってこのスタイルで履く、はい、うん、多いですね。あの前後違いで履いたりとか、はい、あとレーシングなディッシュがセマにも結構出てたということ で、ね、まあ、最新のトレンドを取り入れたこんな感じの、はい、そうですね。そしてあの以前からあるギアはモデルですけど、はいはい、ちょうどなんか本当にそれをディスクに進化した感じのデザインで、ね、本当にあの前後の統一感もあって、そうですね、後ろのデザインをちょっとディッシュのそれこそエアロディスクつけましたよみたいなデザインになってる。あれマクラーレンだってディッシュのあのやつついてるやつだったよね、スピードテールだっけ。スピードテールがディッシュついてますね。だから本当にこの系のホイールかなり似合うと思うんで、まあ、そういったカスタムも岡店長にご相談いただければ、はい、ぜひぜひ勝手にやって請求書が届くそうです、はい、っていうのが冗談ですけど、それかあの車ごと買ってローンに入れられてるっていうパターンもあります。なるほど、まあ、いろんな世界中のトレンドだったりだとか、はい、まあ、希少なもの取り入れてカスタマイズできると思います。そうですんで、はいはい、ぜひご相談ください、はい、なんで今日はこちら3台、はい、ボンド大阪ブース、ボンド大阪ブースをご紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあというわけで今回は大阪店からの出店の3台をご紹介させていただきました、まあ、オートサロンの様子他の動画にもしますんでぜひご視聴くださいというわけでボンドチャンネルのチャンネル登録とインスタグラム X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。 Thank you.